男女小调查。와리마사오리그라이사오리그라이그동몸모노출신의그라이마데와やってましたしました。膝上です。3か4です。高校が制服がない学校なんで、休日だけ遊ぶ時だけ巻いたりして、学校では長いです。休みの日はしてたんですけど、学校厳しかったんでできなかったです。元の長さが膝の下なんで半分ぐらい履いてました。あ、はい、これぐらいだ。これぐらいしたりすることもあります。腰のところまで上げたり。あ、あります。ここの、うん、します。でも長さによるよね。切ってるかな。3回ぐらい折ったり、あと切っちゃったりします。スカート膝上なんか切っちゃってるから、その辺もうめっちゃ短いです。が、してます。なんか膝上らへんはしてなかったです。寒いから。あ、してないです。学校がダメで。いやー、あんまりしないです。校則がちょっと厳しいのでできないです。短い方が可愛いからです。なんかそっちの方が可愛いかなって思ったし、雑誌とかで見てるモデルさんがそれぐらいまでスカート短くしてたから、そっちの方がなんか可愛く着こなしてる感じがしたので、バランス的に長いとちょっとダサいかなっていう。可愛いからなんかおしゃれに思います。でもなんか流行りだなみたいな。地味になっちゃうんですよね、紺色のスカートで長いと。巻いた方が可愛いから。短い方が可愛いから。ちょっと足を見せた方がいいかな。いや、全然いいな、可愛いなって思います。ダサい。可愛い。短い方が見た目が可愛い。でも可愛くできていいなと思うんですけど、自分はあんまそんな自信もないんで。膝の下だとなんか銀行員みたいでダサかったんで、巻いた方が可愛い。可愛い。曲げも巻くほど可愛い。